ここが神梨町か。神のいねえ町とか最高にロックやん。そう思うだろ、トキシンも。ああ、夜の言う通りだね。なかなか面白そうな町だ。ああ、クレハ、歩きながら寝ちゃダメだよ。クレハ、また夜遅くまでゲームをしていたな。まったく、昨日は早く寝ろとあれだけ言っておいたのに。だってゲーム楽しくて。そんなのどうでもいいよ。それよりねえと、今からどこ行くの？僕眠いよ。いえ。ちゃんと説明しただろ、白夜。聞いていなかったのか？俺たちは今日から方針学院の生徒として学校に通うんだ。学校やピエーわめくな、うるさい。俺も学校とかめんどくさい。そもそも俺は音楽しかやる気ねえ。あのさ、みんなこの町に何しに来たんだよ。それ音楽するためだろう。表面上はな。日本に来た以上は俺たちもここの文化に従った方がいろいろと都合がいいんだよ。あれを捕まえるためにもね。そったね。仕方ないもんね、ピエン。それに学校にはたくさんの人がいるからね。バンドの宣伝になると思うんだ。ああ、わかった。めんどくさいけど行くよ。ま、本当に面倒なら逃げればいいし。おい、夜。ほら、行くならさっさと行こうぜ。まったくあいつは。まあ、なんとかなるだろう。多分。ほら、急ごう。おい、トキシン、どこに行くんだ？そっちは料亭学院だぞ。方針学院はこっちだ。